んこんにちは、本と猫のみーです。今日は8月読んだ本の紹介をしたいと思います。8月はなんだかんだ体調も優れない日があったので、あんまり読めてないのかなと思ったんですけど、意外と10冊ぐらいは読んだと思います。ちょっと1冊ずつあまり長くならないように紹介していきたいと思うので、最後までお付き合いよろしくお願いします。早速いきます。1冊目が薬丸岳さんのブレイクニュースを読みました。この作品は YouTube チャンネルのよりみすずのブレイクニュースを運営する主人公のよりみすずが、児童虐待や冤罪事件、パパ活などの社会問題を独自に取材して配信する様子を描いていく作品です。で、SNS とか YouTube の影響力と危険性をテーマにしていて、現代社会の問題を鋭く描いています。のよりみすずの過去や彼女がこの活動を始めた動機というのが物語の中で明らかになっていくというお話です。これは主人公のそののよりみすずが社会の闇に迫る姿勢とか非常に魅力的でしたし、彼女の過去やその動機が明らかになるにつれてどんどん物語に引き込まれていきました。全体としてはその社会問題に対する鋭い視点とエンターテインメント性を兼ね備えた作品だと思います。どの話もその現代社会に潜むような問題とか事件が題材になっているので、思うことはすごくたくさんありました。児童虐待とか80、50問題、冤罪とか引きこもり、ヘイト、今のネット社会の影響力が怖いなってすごく思います。そしてやっぱりなんか本当に生きにくい世の中でもあるなっていうのも改めて感じましたね。と読んだ感じはライトめな社会派ミステリーな感じの読み心地で読めました。感じで原作の短編集的な感じなのかな。でこれはサイン本でしたという感じでしたね。続いてこちらです。正木敏香さんのあの日君は何をしたです。この物語は北関東の前林市で平凡な主婦として暮らしていた水野泉の生活が、息子の大輝が連続殺人事件の容疑者に間違われて事故死したことによって一変するところから始まります。深夜に家を抜け出して自転車に乗っていた大輝は一体何をしようとしていたのか。その15年後、新宿区で若い女性が殺害され、重要参考人である不倫相手の桃井達彦が行方不明になります。捜査にあたる刑事の三谷は無関係に見える2つの事件をつなぐ鍵をつかみ、衝撃の真実が明らかになっていきます。この小説はなんか家族の闇とか愛とか、そこにその真実を追求する姿勢が書かれていて、すごく引き込まれました。特に登場人物たちの複雑な心理描写とか巧妙に張り巡らされた伏線がすごい魅力的です。本当にこれはラストがすごく衝撃的で、もうびっくりしちゃいましたね。ちょっと感情が追いつくのが大変だったんですけど、本当に面白いミステリー作品だなと思いました。気になった方はぜひ一段から読んでみてください。続いて千早茜さんの引き波です。この物語は小学6年生の陽が東京の親元を離れて瀬戸内海の島に住む祖父母の家で暮らすことから始まります。陽は島へ向かう高速船の中で舞という少女と出会い、次第に心を通わせるようになります。
しかし舞はある日島に潜伏していた脱獄犯の男と共に姿を消してしまいます。要はその後島での思い出を捨てて東京に戻りますが、20年後にネットで舞を見つけ再会を果たします。そうだな、女性としての生きづらさや友情だったりとか、そういう成長をテーマにしていて、すごく、深く胸に刺さりましたね。林さんの描写力がすごい素晴らしくて、その瀬戸内海の風景とか島の生活の感じがすごいリアルに伝わってくるのも良かったです。千早さんの作品っていつもなんだろう、女性の味方でいてくれているなっていう気がして、すごい勇気がもらわれる本ですね。女だから男だからっていう部分に触れているところもあるんですけど、その中で出てくる陽の会社にいる部長が本当しんどすぎましたね。あの部長はきつしんどかったです読んだことある人は多分共感してくれるんじゃないかなって思います。続いて浅井亮さんのどうしても生きてるです。これは浅井亮さんの短編集で、現代社会の生きづらさやとか葛藤を描いた全6編の物語になっています。私はもうこれどの全6編すごくどれも好きだったんですけど、最初に入っていた健やかな論理からもうぐっと引き込まれましたね。これは離婚したばかりのユキコが年下の彼氏と付き合い始めるんですけど、その彼女の心には常に死にたいという思いがつきまとっているというお話です。あとは7分24秒目という短編も入ってるんですけど、これは派遣社員のより子が YouTuber の動画を見ながら日々の生きづらさを感じているという物語です。あとは9時、最後に入ってる9時も好きで、幼少期に引いたおみくじが彼女の人生にずっと影響を与え続けているという物語です。これは短編なんですけど、そのそれぞれ抱える悩みや苦しみが丁寧に描写されていて、どれもすごく深く刺さります。特に日常の中で感じる小さな違和感とか不安がこの物語を通じて大きなテーマとして浮かび上がってくる点が印象的でした。なんかこれを読んで出た時期がちょうど自分もちょっと病んでたかなっていう思ってた時期で、めっちゃ刺さりまくったんですよ。これはなんだ、心が元気な人が読んだら何も思わないかもしれないのかなっていうのも思ったり、改めていろいろ考えるきっかけになったりするのかなとか思いつつ、ちょっといろいろぐるぐるしながら読んでましたね。みんななんだろう、普通に生活しているけどやっぱり苦しい部分はあるし、叫びたくなる時もあるよねっていう感じでしたね。本当にこれは良かったです。次に今村夏子さんとの今村夏子さんの父と私の桜通り商店街です。これは短編集で全6編の物語が収録されています。今村夏子さんらしい日常の中に潜む不穏な要素だったりとか、登場人物たちの独特な行動が書かれていて、なんかすごいその登場人物に引き込まれます。で、今村さんの作品ってどれも一筋縄ではいかない展開が魅力的で、読んだ後には心がちょっとざわざわする、そういうものを残すものが多いですね。私は一番最初に入っている白いセーターのお話は結構好きでしたね。婚約者の姉から子供の世話を頼まれた主人公の物語なんですけど、子供って時にはめっちゃ怖いよなって思いましたそれとか瀬戸のママの誕生日、スナックで働く女性たちとそのママの絆を書いた物語なんですけど、
そうやって聞くとめっちゃハッピーな物語に思うかもしれないんですけど、読むともう全然違うんですよね。これ今村夏子さんの作品って本当にちゃんと読まないと良さが伝えにくいというか、なんか言葉ではすごく説明しづらい、しにくい物語がすごい詰まってるんですよ。私の好きな作家さんの一人でもある今村夏子さんでした。次に、町屋良平さんの私の小説です。町屋良平さんによる短編集で、現代の詩小説を新たな視点で書いた作品です。これは5編が収録されています。私の文体は、作家が自分の文体について悩んでいるお話。私の労働は、作家が日常の労働と創作活動の間で葛藤するお話。私の遂行は、作品を遂行する過程で自分自身と向き合う作家の姿のお話。私の批評は、自分の作品に対する批評を通じて自己理解を深める物語。私の大江は、大江健三郎との関係を通じて自分の作家としての位置を見つめ直す物語です。これは町屋さんが自分の文体とか、その労働、遂行、批評を通じて自分と向き合う姿がリアルに書かれていて、すごい町屋さんの内面的世界に引き込まれました。全体としてこの私の小説は、作家としての葛藤や成長を描いた作品であるのかなと思います。初めて町屋さんを読んだんですけど、すごい町屋さんの書く文章にが深く刺さってきて、なんかビビッとくるものがあるんですよね。なので他にもいろいろ読んでいきたいなと思った作家さんです、っていう感じですね。あとは最近、いつもちょっとしつこいと思うんですけど、読んだので紹介させていただきますね。これはインビジブルレイン、本田哲也さんです。これは警察小説で、姫川玲子シリーズになります。物語は、指定暴力団の下部組織構成員であるチンピラが殺害される事件から始まります。捜査が進む中で、柳井健人という名前が浮上しますが、上層部からは柳井の名前が出ても追及するなという奇妙な指示が下されます。で、玲子はこの指示に納得ができず、単独で捜査を進めることを決意します。その過程で暴力団の会長である牧田勲と出会い、てん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 っていうもうこれは警察内部の圧力とか複雑な人間関係が絡み合う緊張感あふれるストーリーになっています。私はこの姫川玲子シリーズだったら、ストロベリーナイトが一番好きなんですけど、その次に今のところこのインビジブルレインが好きになりました。いや、これは良かったですね。なんか続きが気になりました。いつもと違う姫川玲子が見れるのでおすすめです次は歌舞伎町セブン、本田哲也さんです。これは歌舞伎町を舞台にしたサスペンスアクションです。物語は歌舞伎町の一角で町会長の死体が発見されるところから始まります。警察は当初病死と判断しますが、その後も失踪者が続出し、町は正体不明の企業によって徐々に蝕まれていきます。そして不穏な空気とともに広まる謎の言葉、歌舞伎町セブンが登場します。やっぱり一から読んでいくのがおすすめしますね。どんどんつながっていくのがすごく面白い作品になっています。で、次に本田哲也さんの歌舞伎町ダムドです。これは7年前に新宿歌舞伎町を地獄に変えた伝説の犯罪者ジュウの生まれ変わりと称する怪物ダムドが登場する物語です。なんかあんまりネタバレになるので、そのこの裏のあらすじとかもあんま深く言っちゃうと、ネタ何も知らない状況で読みたい人も
いると思うので控えるんですけど、まあ、これも面白い。これはここで人物は登場するけど名前が明らかになっていなかった人がここでしっかり明かされるっていうのも面白いポイントです。次に本田哲也さんのノワールガラスの太陽です。夢川玲子シリーズとなんかコラボしてる、一緒に発売された作品みたいで、それと一緒に読むのをおすすめですよっていうのを教えてもらいました。私はこれだけ読んだんですけど、沖縄での活動家死亡事故をきっかけに全国で反米軍基地デモが激化する中、新宿署の東博樹警部補が左翼の親玉を取り調べるところから始まります。まあこれも深くは言わないんですけど、これも大きく次の物語につながる終わり方をしているので、とても自由サーガシリーズ必須の物語だと思います。あとは今手元にないんですけど、友達から借りてた何もかも憂鬱な夜にも読みました。まあ、さらっとなんですけど、刑務官として働く主人公の僕が死刑医の若者の病と向き合う物語になっています。なんかすごく暗くて重いテーマなんですけど、読み終わった後は希望が持てる作品でしたね。文庫を貸してもらって読んだんですけど、又吉直樹さんの解説と中村文則さんの後書きがすごい良かったです。なんだろう、自分でも持ってこの本は一冊持っておきたいなと思ったし、他にも中村さんの作品を読みたいって本当に思いましたね。死刑制度だったりとか犯罪心理だったりとか生きることだったりとか、もういろいろ考えちゃいましたね。で、何もかも憂鬱な夜にっていうタイトルがとにかく好きでした。あとは僕が勉強できない山田栄美さんも読みました。これはもうすごい有名な作品だと思うんですけど、私読んだことがなくて、めちゃめちゃ学生向けの小説かなと思ったけど全然そんなことなかったので、それがまずびっくりしました。これは青春小説なのかな、主人公の時田秀美という高校生を通じて成長していく姿が書かれている物語です。なんか印象的なのは、その秀美が自分の価値観をずっと突き通す姿勢ですね。彼は勉強が苦手だけどクラスの人気者であったり女性にモテる存在なんですよね。なんかその彼の成長とともに周囲の人々の関係も変化していく様子がすごい丁寧に書かれていて、時田秀美くんの感情に共感しやすかったです。今読んでよかったなって思いました。ただ本当に時田秀美くんは本当に高校生かなっていうぐらい大人すぎて、まあ、高校生、なんかそこはすごいなっていう、なんかすごい大人だなっていうのがなんか強く残りましたね。ということで8月読んだ本は全部で 12冊ですね。エッセイも読んだんですけど、小説だけ数えたらここには10冊しかないんですけど、合計12冊読んでました。意外と読んでましたね。こんな感じです。なんか最近は本田哲也さんばっかり多めに読んでるんですけど、そろそろ9月は、読み終わったらそろそろ落ち着くんじゃないかなと思ってます。最近ちょっと読む人が偏ってしまってるんですけど、いつもなんだろう、私のただ自分の読んだ本とかすごい好みを全面的に出してるチャンネルなんですけど、なんか参考にしてくれたりしてる人がいてとても嬉しいです。コメントでもおすすめ教えていただいたりとかして、私も読書の幅がすごい広がってるので本当に
つもありがとうございます。本紹介は以上になります。最後までここまで見てくれた人ありがとうございます。じゃあまた動画何か撮りますね。ありがとうございました。